それではホームの京都サンガ FC のスタメンとサブのメンバーです。ゴールキーパーはバカハラ、ディフェンスラインは飯田、ヨルディバイス、浅田、荻原、中盤の底には川崎、インサイドハーフには福岡と武田、そして3トップには中川、ピーター・ウタカ、松田天馬と予想しています。ヨルディバイスはこの試合で J2 通算100試合達成ということになります。続いてアウェーの FC 町田ゼルビアのスタメンとサブのメンバーです。ゴールキーパーは福井、ディフェンスラインは奥山、深津、水本、土井、ダブルボランチには高江と安井、そして右に吉尾、左には平戸、2トップにはチョンテセと長谷川、アーリアジャスールが入ると予想しています。さあバイスから一気に前線、豊が走っている、バングダシュートー、先制は京都サンガ FC、バイスから豊がホットライン縦一本で京都サンガ FC が先制しました。豊が今シーズン12点目。まずはこのバイス選手のねロングフィードの質ですよね。アウトに少しかかりながらなんですが、あとは豊選手のこの動き出し、もう受け手と出し手がねバッチリあった。でそこでワンバウンドして少しねディフェンダーは町田ディフェンダー触るんですが、まあクリアしきれないところをすかさずきっちりとね決めるあたりはさすがにエースとストライカーですよね。奥山、吉尾、左シュート、ゴールしたところチョンテセ、しかしここは旗が上がっています。さあ先ほどのシーンです。これチョンテセがこのシーンですね、はい、少し出てましたよね、はい、蹴るのは吉尾、奥山のヘッドは町田が同点に追いつきました。あここねうまく真ん中の水本選手と深津選手がファーサイドに逃げたことによって真ん中がポカッと開くんですよね。でそこでうまく合わせましたよね奥山選手だと思うんですが、まあ、チームとしての動き出しが良かったですね、はい、さあ J3 の福島から移籍してきたイスマイラ、後半の頭から投入です。最終ラインでボールを回してくる京都サンガ FC、 前線イスマイラを狙ってボール、ただイスマイルが入ることによって那須さん一つこの前線のターゲットという意味では増えましたね、はい、そうですね、イスマイル選手スペースでもさあマスターテンマ、宇高、飯田を使う、飯田切り返してシュートだー、イスマイル代わって入ったイスマイル、移籍後初ゴール、ここで宇高選手がね時間を作ってこのパススピードですよね、そこで、まあ、ワンタッチで飯田選手も追い返したんですけど、まあ、最後はイスマイラ選手よく合わせたってところなんですが、まあ、このパススピードがまず良かったですし、このワンタッチのセンタリング、あとはイスマイラ選手いい位置でのボールを受けてのヘディングっていうところですよね。さあゴールキーパー若原、キラト枠は捉えていました。さあ非常にいい位置でのセットプレーのチャンスです。さあ京都サンガ FC ゴールキーパーの若原が指示を出します。吉川義雄スルーした、シュートだー、思い切って打っていきました、大田
イスマイラ、平戸が行く、荒木、荒木が打っていった、さあ間もなくアディショナルタイムは目安の5分台に入ります。ここは時間を使う京都サンガ、武田、町田としてはなんとか早くボールを奪いたい、一気に前線へ、さあ松田天満、ここはシンプルに蹴り出していきました。さあアディショナルタイムは目安の5分台に入りました。さあ時間がない、ここで試合終了の長い笛です。京都サンガ FC、 新加入イスマイラの勝ち越しゴールで2対1、好調 FC 町田ゼルビアを下しました。